ワンボックス9万円。はい、どうも久しぶりです、絶版おじさんです。ということで本日は DM13 エターナルフェニックス聖剣編の第4弾のパック開封になります。ちょっと値段が高くて手が届かなかったんですが、デュエマ20周年ということをね、いいことにして買ってきました。まずエターナルフェニックスでしょ、これ当店でも非常に人気があります。そして横に見ると無双強行ガラムタ、悪魔精霊アウゼス、ちょっと忘れてたけどエイジス、こういったもうめちゃくちゃイラストがねいいクリーチャーがもう表紙とか裏表紙とかもうねふんだんに使われてるわけですよ。特にこのエタフェにね備品がもうほぼ見つからないんで、備品がなければ絶版ボックス開ければいいんじゃないというこの甘い考えで開けていきたいと思います。ちなみに他の絶版ボックスの開封動画はね再生リストから見れるようになってるんで、ぜひ皆さんもご覧ください。それでは開けていきましょう。はい、ではいきます。このねデュエルマスターズのボックス、初代はね24パック入っております。この24パック中ですね、だいたい1パックにスーパーレア、3パックにベリーレアが平均されて入っておりますと。たまにねスーパーレア2種類出たりするんでね、これが結構面白いんですよね。ヨーコ元風ギュネールですね、スレイヤーブロッカーです。はい、もうみんな大好きスレイヤーブロッカー、カースペンダントよりちょっと大きいですね。はい、あ、一鉄のジャスパー、これめっちゃ強いんだよこれ。まあ、2色のクリーチャーなんですけどね、破壊される時に手札に行くっていうのでこれ無限に出てくるからね。しかも2マナ、同じ効果持ったやつが3マナでいるんですけど、2マナになっただけでめちゃくちゃ強く感じる。おーっと、歴史的なカードさ、出ました。演奏と水球の裁きです。これの備品もね、ちょっと欲しかったです。パワー3000以下のクリーチャーをね、すべて破壊した後、自分のクリーチャーも含みます。破壊したクリーチャー1点つき1ドローできるということで、まあ、ボルバルザークのデッキとかね、これ一発撃つだけでね、みんな流されていく。この、後ろ姿映ってるのはブロンズアームトライブですね。はい。こういった雑魚クリーチャーを焼き払ってドローしてみたいな。ドローソースプラス、邪魔物を除去するっていうので使われてますね。3ドローとか2ドローできたら全然美味しいですからね。アンコモンだけどね、レアカードが出ました。はい、ピクシー国軍。あ、これ再録したみたいですね。はい、おー、放出のケッチェル。はい、これちょっとベリーレアに見えづらいですが。はい、一応ベリーレアのカード来ました。アタックするときに手札1枚マナゾーンに置けるか、シールドに置けるってやつですね。まあすごい強いかって言われるとそうでもないんだけど、小学生環境だったら結構強かった気がする。6マナ7000ででかいしね、暗黒の騎士ザガーンと同じ大きさですからね。これもねやっぱスピリットクォーツ非常に宝石綺麗なんだよね。この状態で出てくるのは個人的には熱い激アツです。最近 PSA とかねそういうのもあるんで、絶版ボックスを開ける楽しみが増えましたね。はい、で、生命と霊力の変換。はい、で後ろがあミールマックスね。そう、これ強いですよね。タップされてないクリーチャーアタックできて、バトルに勝ったらアンタップするっていう、なんかあのフルコマンド無限小内蔵されてるみたいなね。ちょっとこれにパワーアップさせてあげるだけでめっちゃ強くなりますからね。で、あ、バルピーゴービーね、伝説の転生プログラムデッキに入ってるやつですね。これで山札を操作して、転生プログラムを打ってね、こいつを破壊してキングアトランティスが出てくるっていう、まあ原作でもありましたね。はい、で、ザハックよいしょ。あ、チックチックね、スピードアタッカープラスワンドローがついてる、これ結構厄介なんだよな。はい、で、あ、ドリル男、そうか、この段か、ドリル男って。あ、出た、機動賢者キーンって、これ意外と強いんだよこれ。うん、3万で6500まで出るからね。フンヌ来ましたね、スピードアタッカーを内蔵されてるブロッカーのクリーチャーです。はい、いい仕事します。あー、はいはいはい、パシフィックチャンピオン来ました。これもね意外とまあレアというか、あの時代を作ったカードですね。2ターン目からこれ出てきてね、アタックされていったらもう終わりますから、負けますからね。フィストブレイダーっていうですね、マーフォークのブロッカーが出たことによって大幅強化、水ターン速攻の時代を作りました。歴史的なクリーチャーですからね、一応レアなんでねこれね。はい、初期版です。雷炎賢者エイジスですね。はい、4マナ5000のちょっと大きいアーマードワイバンとグラディエーターかのブロッカーです。相手プレイヤーはもちろんアタックできませんが、このクリーチャーがバトルして、ブロックしてバトルに勝った時、そのバトルで破壊されたクリーチャーと同じ種族を全て破壊するっていうのでね、一時期値段が上がりました。っていうのもですね、種族フィーチャーみたいなのがあって、一時期ジョーカーズっていうね無色のクリーチャーが出たんですよね。でそれをこう食い止めるためにこのエイジスがね一瞬だけ値段が上がったっていう記憶があります。これもしこっちから能動的にアタックして潰しに行けたらめっちゃ強かったですね。ベリーレアの中だったら個人的には当たりの方ですかね。あ、これはいい。光と火ってなんか結構好きなんですよね、白鵬くんと勝負くんの色みたいなね。今のところベリーレア結構出てるんで、これベリーレア4の箱の可能性ありますね。
やっぱいいよね、初期の全然出ない感じ。あー出た、反撃妖精ポコペンです。結構珍しい効果持ってますね。このクリーチャーアタックされたら相手は自分自身のマナゾーンからカードを1枚選び持ち主の墓地に送っている。相手のマナゾーンのカードを消すっていう、しかも2マナ2000普通にスペック高いですからね。これはいやらしいですね。おー偶発と弾幕の要塞です。一時代を築いたというか、まあ、あのデッキタイプを作りましたね。エヴァンダーの上からクリーチャーが出るまでカードを表向きにして、そのクリーチャーよりパワーの小さいクリーチャーを全て破壊すると、はい、表向きにしたカードを全て自分の墓地に置くっていうのでね、これで、フォーエバープリンセスかな組み合わされてね、まあ、破壊カードとして使われてましたね、はい、このパワーより小さいクリーチャー全て破壊なんで結構いいですよね。5マナで、うん、5マナで9000以下除去、8000以下除去みたいな結構できるっていうね。パルピーゴーおーっとめっちゃ急に来たな。スーパーレア枠出てしまいましたが、攻撃先行ドルゲーザー、めちゃくちゃ凶悪なスーパーレア来ました。ちょっと一旦スリーブ入れます。ごめんなさい、初期傷もなさそうだ。自分のアースイーターとジャイアントの数だけね、コストが1減ります。まあ、なんで8マナなんですけど、結構4マナとかね、普通に2マナとかでも出てきます。でこのクリーチャーバトルゾーン出したら、アースイーターまたジャイアントにつきワンドローできるっていうのでね。ちなみにこの攻撃先行ドルゲーザーがバトルゾーンにいる状態で攻撃先行ドルゲーザー出そうとすると、こいつあの2つの種族持ってるんでね、2コスト経験で6マナで出せるっていう。だからドルゲーザーが1回出ると次にドルゲーザードルゲーザードルゲーザーって感じでね、手札も増えるし、バトルゾーンのね、パワー9000のクリーチャーも増えていく。これがね、一時期あの忍びドルゲーザーって言って、忍者ストライクってね、相手のクリーチャーがアタックまたブロックした時に手札からポーンと出てくるみたいなね、まあノーコストで出せる、カードみたいなのが入った時に、もちろん手札リソースがねそれだけ必要になるんで、このドルゲーザーと組み合わされて使われました。ドルゲーザーね、何が強いって、自身を出しただけでね、自分のアースヒーターとあのジャイアントにつきワンドローするんで2枚ドローするんですよね。2ドローが、デフォルトでついてて、さらに、ドルゲーザーアースヒーターの分だけドローするっていう、まあ化け物ですよこれ。なんか2マナ6ドローとか普通にしてきますからね。ただね、スーパーレアもう一つぐらいなんか出そうな予感がします。ベリーレアにスーパー1出てるんで、なんかこのまま行くとですね結構出そうで、雷撃と火炎の城塞です。相手のクリーチャー3000以下破壊して1体タップできます。で1体タップしたクリーチャーを、潰しに行くってことができるんで、まあ実質1対2交換、こういったね1枚のカードで相手のカード2枚除去できるカードが重宝されます。おー変装と水球の裁き2枚目です。まあさすがにアンコモンなんでやっぱ2枚出たりするのかな。お、スピリチュアルスタードラゴンです。ちょっと面白い、あのバルキリードラゴンみたいな感じですね。このクリーチャーバトルゾーン出たら山札見て、種族にドラゴンとあるクリーチャーから進化するクリーチャーを、手札に加えてもらえると、まあ7マナ8000あってちょっと大きいです。でアーマードドラゴンって指定はないですね。まあドラゴン持ってこれるんで、まあバジラとか持ってきて遊びましょうという感じですね。はい、スピリチュアルスタードラゴンです。ちょっと可愛い、お願い。とんでもないやつ来ましたね。悪魔精霊バルホルスです。これが一番の当たりじゃないか。相手のクリーチャーすべて可能であれば毎ターンアタックする、嫌な効果ですね。しかもこのクリーチャーブロックしたら、バトルの後でアンタップしていくんで、まあ相手のね6000より低いパワーのクリーチャー全員死亡するっていうね。はい、でこれでもとにかくイラストいいんだよな。伊塚大輔先生のねイラストですね。原作でもですね、白鸚が、洗脳されてホワイトになった時に使ってましたね。白鸚が闇のブロッカーを使うんだということで、バルホルスがバトルゾーンに出てた印象です。ベリーレアが3枚出たということですね。もしかしたらもう1枚ベリーレアかスーパーレアが出そうな感じです。あ、クンプ妖精コートニーもいいですね。はい、雷撃と火炎の城塞とコートニー。コートニーは可愛い。自分のマナゾーンにあるカードを全ての文明のカードとして扱う。まあコンボデッキとかで使われますね。アステリア、あー出た出た出た、これ結構強いんですよ。でね、再録してなかったんじゃないかな。ターン始めにカードを引くとき以外に相手がカードを引いたとき同じ枚数のカードを引くっていう効果がねプラスされてる5マナ6000のエンジェルコマンドですね。で5マナ6000のねエンジェルコマンドってだけでね、ちょっとね昔のルールで遊ぶ、私デーマクラシック05というルールでやってたんですけど、アステリアはねよく使いましたね。だから相手がエナジーライトとか使って2ドローしたもんならこっちも2ドローできるんでね、まあ強制効果なんですが、面白いクリーチャーですね。おー、かっこいいね。英国のクイーンメイデンです。
はい、3マナ6000ダブルブレイカーと非常に高いスペックを持つんですが、スピリットクォーツの進化、まあ、なんでね、一血のジャスパーとかから進化するしたいんですけども、これね、もう水と自然っていうね、あの水と火であったらもっとね強かったんでしょうけど、水と自然です。ただ、バトルゾーン出た時ですね、カード名一つ言います。自分の山札から1枚目を表向きにして、それが選んだカードであればっていう、もう大体これ当たるわけないよね。で、手札に加えると、でそれ以外だったらマナゾーンに置くっていうので、これね逆だったらちょっと微妙だったんですけど、3マナで出して1ブーストできるんですよね。で6000が出てる状態なんで、3ターン目に出たらめちゃくちゃ強いクリーチャーです。まあ4ターン目5ターン目ぐらいまでは強いんじゃないかな。まだね残り5パックあるわけですよ。残り5パックあったら来るな、これ。お、アカシックサード来ました。はい、これもね、謎の値上がりを見せたクリーチャーですね。このクリーチャーバトルするときに山札の上から、カードが出るまで、クリーチャーが出るまでカードを表向きにすると、でその他の終わりまでこのカードはそのクリーチャーになるっていうね、よく使われたコンボだと剣撃王者っていうですね、あれの一番でかいやつ、25マナーのやつだったかなを、入れたデッキでですね、そのクリーチャー、相手のクリーチャーの効果によって破壊された時に自分はゲームに勝つってちょっと変わったクリーチャーなんですね。指定したクリーチャースレイヤー化するっていう呪文を使って、まあ相手のクリーチャー適当にスレイヤーにして、アカシックサードがですね、そこめがけて特攻してって剣撃王者が出てきて、相手のスレイヤー効果によって剣撃王者倒されて勝つみたいなね、はい、デッキがありました。非常に怖い地雷デッキとして有名な、カードですね。これもまあなかなかいいんじゃないですかね、アカシックサード。お、霊長と水晶の楽園ですね。ゲープレとアプリの方だと効果変わりましたね。はい、だいぶ変わりました。次来そうだな。ほい、うわ。いや別に悪くない、悪くない、ガウルザガンダ悪くない、ガウルザガンダわかる、悪くない。シンパシー、ギルフィッシュ、スノーフェアリー、まあコストがね減るんですけど、こいつリヴァイアさんのミステリートーテムなんですよね。これがね、ギルフィッシュかスノーフェアリーだったらねよかったんだけど、進化クリーチャーがバトルゾーンに出た時、バトルゾーンにある進化クリーチャーすべてタップするって、もう非常に地味なクリーチャーですね。まあただですね、イラストのこの模様がね非常によく見ると可愛いんですけど、皆さんここ注目してください。ここみんなのね、カードゲーマー大好き女の子がですね、ここにちょこんといるんですね。よく見たら可愛いですよ。人気が個人的に出てほしいカードです、ガウルザカンタ。ただちょっと絶版パックってね、めっちゃドキドキするんだよね。当たり外れが大きすぎる。はい、オリパなんてもんじゃないよ、ほんとこれ。はい、最後です。いや、もしここでね、出たら私は本当に持ってると思いますよ。さあ、見せられるか、実力見せられるか、アカシックセカンド真ん中に当たりがきます。ここに行きます。ここにエターナルフェニックス、はい、マジカルポットでした。まあ、最後の最後ね、綺麗にオチを見せていきたい。最後ね、バイバイアメーバとかで終わりたいところですけど、どうでしょうか。行きましょう、最後の方がこちら。なんだっけこれ。このクリーチャーがシェードブレイクしたとき、そのターンの終わりにこのクリーチャーを破壊し、各プレイヤーは自分自身のマナゾーンからカードを1枚選んで持ち主の墓地に置く。意外とテンポ取れそうで悪くないですね。はい、ということで本日は DM13 聖剣編の第4弾、エターナルフェニックスではなくドルゲーザが出てきました。スーパーレアはね、やっぱりさすがにワンボックス1枚でしたね。バルホルスは結構当たりの部類だったんですけども、まあ、ベリーはね結構出たりするんでね、まあまあな結果という感じでしょうか。デュエルマスターズの備品をたくさん募集しております。エルドラードではですね、あのデュエマを積極的に扱っていきたいところなんですけども、買い取りの値段をですね結構上げたんですが、まだまだ集まりません。一体どこに備品は行ってしまったのでしょうか。持ってきていただけたらと思います。ということで、私も初期のデュエルマスターズが好きだよという方は高評価を、エルドラードに来てみたいという方はですね、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、島でした。ご視聴ありがとうございました。さよなら。